はいえー、昨日の晩の、えー「まこなりチャンネル」の更新、えー、ありましたね、えー「オリエンタルラジオ」中田敦彦さんとのコラボ「中田さん YouTube やめませんか?え」ー「中田敦彦、えー、×まこなり社長と」ということで、えー、動画見ました動画見たんですけれどもえク、ー、ソつまんなかったクソつまんなかったわ見ながら寝落ちしちゃった わーっていう感じでマジで本当に超絶超絶のつまらなさをね発揮していたんで、えー、もう本当にだからねもう耐えられなかったで一応まあその中田敦彦チャンネルの方のまあその、まあ、コ,ラコラボ動画パート2みたいな方まで見たんだけどもうねしんどかったつまんなすぎてもう本当にねここ最近のねあのまこない動画の中で一番つまんなかったもう本当にひどい あのつまんなさいしたよって話で,でまあねあのとにかくまあ内容を要約するとえマコナイ社長が提案がありますということで。 えー、中田さん youtube をやめて一緒に教育授業やりませんかそれいいねーっていうだけの動画でしたもう本当にね何の情報価値もないもうただ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 ,ただ,ただこれ合計多分40分ぐらいか尺まあ倍2倍速で見たから20分ぐらいだけどもうね本当にこんなに時間をねドブに捨てたと感じたのはねもう本当にここ数ヶ月ぶりぐらいですよ、うん、もう本当に何だろう、うん、クソつまらなかったはい以上なんだけどなんか 以前ねその今年はえっと幕2.0を指導しますみたいに言った時今年はコラボ動画とかにも挑戦していきますということでで今まであんまりコラボ動画とかで数字が伸びてなかったんでなんか頑張りたいですみたいなこと言ってたけどいや本当にだからさその時さ言ったじゃんっていうのはそコラボする相手もさ何のサプライズもない相手じゃんっていう話でいやもうちょっとだからそ意外性のあるとことかを持ってこないとあのねあの中田中田敦彦さんとコラボしましたとか言ってもさいやもう差もありなんて感じじゃん差もありなんて感じでさで もう動画の内容もさもうなんかお互いに何かもうよいしょよいしょして「いやーすごいあの中田さんすごいです」「いや枕井さんこそすごいです」みたいな「もうよいしょよいしょよいしょ」みたいな感じでねクソ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 演出よクソ演出いやもうプロプロ使ってこれかよみたいな感じのであのもうすごいねあの演出とかめっちゃめちゃ寒いのよなんかもうあのなんかあの笑い声みたいな観客の笑い声みたいななんかもうなんかそれそれをなんかどはハみたいなとかさわ,わざと入れてさもう寒い寒い寒い,寒い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 もう見て見てで、ね、もうり 鳥りが、っちゃったもうあの寒さ、あのテレビみたいな作りで、その観客、観客のね、笑い声とかリアクションとか入れたりとかしてんだけど、もう、もうやだよな、もうやだよなって感じで、もう YouTube でそれやるっていう、YouTube のさ、演出としてはさ、それはもうすっごい、すっごい違和感があるわけよね。そので実際観客が見てるわけじゃないっていうのもさ、もうえ映像見てわかるしさ、もうちょっと寒くて無理だったなっていう感じで、そうだからね、あの、 なんだろうコラボ相手もちゃんとね選、選びなさいよって、ね、言ったじゃないのよ。だからさえそ,その人とコラボすんのみたいな意外性それもさ、なんかその、なんなんだろうもう、えー、中田敦彦さんとか、あと、キンコング西野とかさ、もうその辺はもう予想がつくわけじゃん、見てる人としては。そこと、あの、喋ったところでもう新しい、なんか化あの、化学反応みたいなのとか起きないしさ。で、なんかもうすごいな、なんかし、なんだろう、お互いをなんか褒め添やしてるだけとかさ、つまんないのだから、視聴者バトルが見たいのよね、バトルが見たいの。かアンチ みたいな感じの、えー、考え方を持ってる人を呼んできてそれでじゃあ,あのいろいろなんかこういう反論が来るけどそれに対してどういう、えー、切り返しをするかなとかそういうのがみたいなそういうのがみたいな視聴者がみたいなバトルなのもうここは YouTube なんだからさもうテレビのさよいしょよいしょしてるさなんかグータンヌーボーとかみたいなそういうノリじゃ、ね、ないんだからさいやもっとさパンチがあるのをくださいよ YouTube なんだからもうスポンサーがついてるさなんかそんたくまみれのことしかできないようなさそういうなんかその7時あの午後7時台とかのバ ラティじゃないんだからさ本当にだからそういった意味でねがっかりしたがっかりしたっていうか、うん、何のさノーサプライズですよノーサプライズ本当にがっかりしちゃったしあの話もつまんなかったし。うん であのまあそのね教育事業をねあの中田さん一緒にやりましょうみたいな感じでねあのまあこの社長がプレゼンしたんだけどさいやそれより他にやることあるんだろうっていう今もうテイクキャンプもうダメダメでしょあんこもダメダメでしょそれ YouTube の再生数も低下しまくりでしょもっとさ足元固めてからさ新規事業さや,やりたいですとかさいいなよってなこれなんか、まあ、ネタでやってんのかもしんないけど本気でやるわけじゃないのかもしんないけどさいやこれでさもしさこのねあの中田敦彦 マクの内社長の,あの新規事業をやりますみたいなこれプレゼンでやってみたいなさもうやそれよりさそれよりさもっとリソース割,けな割かなきゃいけないとこいっぱいあるでしょうよっていうでなんかもう教育事業の第一人者ですみたいなさあの言い方を動画の中にしたけどもう教育事業ガタガタだからなガ,タガタガタもうそのさ地盤固め足元固めしてからさ新しいことはやんなきゃダメでしょっていう話ででもうこれであのまこら社長の、えー、チャンネルの動画からその中,田中田敦彦チャンネルの動画を 見てそれさらにまだ続きがあるみたいな感じであのね鼻くそみたいなクオリティの動画をねまだ垂れ流すみたいなんだけどそれをねあのなんか中田篤彦、えー、オ,オンラインサロン限定で続きを配信しますみたいなさ言ってけど誰が見んのよ誰が見んのよ誰が見んのよあ,あんなしょっぽいしょっぽい話をさっていうもうな <laughs>。 <laughs> あんなカスみたいなクオリティのさ動画をさあれをメンバーあげてとかさもう信者ビジネスにも程があるよねって話していや話がね面白かったけどまださ話が面白かったらそれよくも悪くない まあその内容はともかくその話自体が面白かったらまあそれはまあまだわからないことはないんだけどねもう本当にもうねよいしょ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 してなんかもうなんか平子のお互い平子ヘ平子らしてる感じがねすっごい見ててなんかねもうあサブって感じだったなっていう話でうんなんかねまあてか多分僕の好みの問題もあるのかもしれないけどねあのなんかもう ああいうね、気丈の空論、気丈の空論クソ野郎みたいなね、僕大嫌いなんですよね。大川隆法もそうだけど、もうちょっと生理的にちょっと受け付けなかったなっていう話で、うん、まあ、中田彦,彦チャンネルね、あんまちゃんともうあの、見たことないんだけど、あの、YouTube 大学、あれもさ、あの、メンタリスト大吾と一緒でね、あの、まあ、間違った情報が多いっていう、まあ、有名じゃないですか。いや、なんかその、なんなんだろうね、もう、なんか気丈のク空論クソ野郎となんか、あの、まあ、デマで再生数稼,あの稼げばいいんじゃんみたいな、なんか、そのコラボっていうのはね、もうすっごい。 なんかね寒かったしすごい生理的に嫌だったなっていうのを思ったんで本当にね見てるのが非常にねあの苦痛だったっていう話で、うん、なんかねあのイ,スライスラームの歴史についてのねあのなんか専門家から指摘が殺到したのとかもあったけどね中田敦彦チャンネルね僕ちょっともう正直見る気が起きないからもうあのほぼ見てないんだけど、うん、なんかねすごい生理的に嫌なものを感じたねで次コ,コラボ誰,誰にするのかねキングコング西野とかあとは、ね、メンタリスト大悟とかまあなんかその辺がだから順当なとこなのかな、まあ ってするけどなんかねもうコラボもなんかこういう感じでなんか一応ビッグネームを連れてきてはいるけれどもなんかこのよいしょよいしょあのしてなんかお互い褒め褒めそやし合いみたいなを見せつけられるので本当に何なんだろうねうん本当に心底寒いなって思ったしあのー、話も本当につまんなかった。ななのでなんかもうちょっと なんかまあ視聴者としてはね視聴者としてはせめてやるんならねあのもうちょいましな話してくれよっていうのが正直な感想だともうね耐えられなか耐えられなくてもう寝落ちしてしまった本当にうに、ん、っていう感じでございましたね、うん、とにかくえー、まあいつもねあのまあこの、まあ、社長の動画紹介するときにあのまあ一応ね見てみ,み,み、まあ、まあ見てみてくださいよみたいな感じでねあの動画にリンク貼るんだけど、まあ、まあ今日も動画にリンク貼るけどさ、うん、これはねもうはっきり言うけど時間の無駄でしたよマジで時間の無駄だったからねあのマジで見なくていいと まあ、それでもそれでもどんだけねあのどんだけしょうもない話をしたかっていうのを知りたい人は見てもらえばいいと思うけども、うん、本当にねここ数十本の中であの最も時間の無駄だったなというふうに、えー、感じた動画でございましたはいそんな感じで昨日の晩の、えー、中田敦彦コラボ、えー、見たけどもう非常に取るに足らない話でしたというそんな話でございましたもうしんどかった疲れたうん